死にたいか。だったら俺にその命を渡せ。我が軍門に下るなら命は助けてやる。は、はい。助けてやれ。変わった格好の女だな。お前、精霊軍のものではないだろう。どこから来た？言えないのか？随分とまどろっこしい物言いをする。はっきりと言えない理由でもあるのか？わからない？人に名を尋ねるなら、まず自分から名乗れ。俺は白夫、孫文代の息子、孫白夫だ。馬には慣れていないのか？カゴにしか乗らぬ高貴な身の上だと言いたいのか？の育ちにも見えないが、まあ多少の筋肉はついているか。体が硬い。もっと馬と呼吸を合わせろ。そんな乗り方じゃ尻の皮がすりむけるぞ。馬は乗る者の心を読む。乗る側が緊張していては馬も怖がる。安心しろ。別に陣に連れ帰ったところで取って食ったりはしない。俺は見慣れん格好をして戦場をうろついていたおかしな女の話を聞いてみたいだけだ。見たことがないという言い方が正しいかもな。不思議な形の着物だがよく似合っている。城の女どもが見たら羨ましがるかもしれないぞ。来い。